それではですね、それではね、名前改めまして、池添健一大好きチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。ごきげんよう。3週間ぶりに、まあ、G1 とかの上半期最後の GRA GM ということで、はい、皆さん、上半期のテーマはいかがでしたか、シュネル君。まあ、スターズ・オン・ラースの大きさ素晴らしかったけど、それ以外でしたね。物足りない。物足りないか。1回も本命が、確か1着に来てないので、一番、はい、上半期、下半期こそは当てたいですね。そうしたら自分は一番マジで3番とか、今後は後半調子良かった。なるほどね。最後ぐらい当てたいです、ここはね、とっても結構ポンポンときて夏に入りたいなと思っておりますが、そんな宝塚記念ね、一番人気はやっぱりタイトルホルダーか。まあグランプリの投票数も一番、そうだね、歴代最多でしょ。グリキャップよりなんか5万人とか、そう、すごいよね。すげー差つけてる、歴代歴代クロノデースというか、タイトルホルダーの強さっていうのは、うん、まあ、いつでもペースを落とせるっていうようなところが、いつでもペースを落とせるし、いつでもペースを上げられるっていう、その操縦性の良さが強みだと思って、そこはちょっと消される今回は、まあ、割引が必要かなと思います。なるほどね。だから、ファンソロスさがまあ絶対行くわけだから、まあまあ、例えば番手で競馬することになったとしてみたいな。でもあれだよね、あの皐月賞は番手から競馬して2着してるね。だから全然ね、番手でも行けないんじゃないと思うんだよね。まあ、単純に天皇賞はるかってから来るの大変だから。歴代ここ30年ぐらいで天皇賞と宝塚を連勝したのはディープインパクトとシミラクルと、テンオペラオン3本だったっけ。だ、連勝すればディープインパクト以来なるほど。状況とかは全然具合良さそうだから、疲れはまあそこまで、まあ、欧州決勝で体質も強そうな感じで。そうだよ、有馬記念で1回その番手から抜け出す競馬で経験してるっていうのはやっぱ欲しいと思って、もちろん逃げて勝ってる、勝ってる時は大変です。逃げて派手に勝ってるんですけど、その有馬記念の経験が今回いけないかなっていうことですけど。なるほどね、はい、その時も5着残ってるしね。そうだから、あれもディープボンドと2キロ違って普通にレベル3か4ぐらい離されてた。あと、パンサラッサが跳ねるのがこっちのも有馬だもんね。2200だから、パンサラッサがもうちょっと粘った時に前を捉えられるとか、それとも後ろに刺されないか、そしてか、終わらなきゃいけなくなるからね、タイトルホルダーみたいに、有馬記念の時みたいにさ、待てばいいわけじゃなくてさ、多分ちょっとある程度は自分からね、覚えていかないといけない。それがちょっと、確かに、それがマイナスポイントだ。タイトルホルダーをプレイするようにして、次、どっち、じゃあ、レッポリアとか、まあね、2度目の関西はどうなんでしょうかっていう、でも、輸送の時に言い訳にしていい馬じゃないと思うけどな。まあ、輸送もあるけど、まあ、ちょっとやっぱエピファネイアのこの早熟問題、これがどうなのかっていうのと、ちょっとあの1週間前、あんまり良くなくて、当初のそのブリンカーをつけたっていうのがちょっと気になる点かな。まあ、初ブリンカーで勝った馬は、G1 もいないらしいね。つけて芝 G1 勝ったのが、そもそも、4、5例くらいな。ブルーティーロマンスとか。あ、そうそう、かなり前だったと。ジャガーメイルとか。アルアインだよ。あ、アルアインもそうそうそう。あれ大阪に小判になってからね、ずっとさ出てからね。これね、ブリンカーつけるぐらい問題があるって考えると、ちょっとなんか、そう、ね、まあ、見づらいのかな。1週前の状況でもなんか、ずるいっていうか、反応してからすぐに動かないみたいな感じが、なんか、ブリンカーつけて、それが改善されたんで、その反応の悪さみたいに。まあでも、最初は悪くなかったと思うけど、どうなんだろう、ずぶさは出てきてるって話だけどな、4歳でずぶさ出てきてるって言われてるのに、まあ、うちもいいですね、2週で、開催2週目、そうそうそう、だから、いつも最終週だもん、8月がめっちゃ強いね、まあ、そのゲームは、開催4週目で、梅雨の時期とかぶってるのと、まあ、フルゲート集まりにくいっていうのがあって、はいはい、だから今回は逆に外枠はちょっと不利になるんじゃないかなっていうのが。じゃあ次はディープボンドさん。ディープボンドはね、まあ疲れは気になるけど、あんま飛ぶ姿想像できない。そうだよね、なんか軸にするのはこの馬なんじゃないかなと思うけどね。外枠で動きやすいし、うん、2200なら和田が結構強めに仕掛けられるんじゃない。そうだね、強気に、あのめちゃめちゃずるいみたいなイメージあるけど、その有馬記念で2着来た時、別にそんなに
強さ見せなくて、ある程度うまく立ち回るから、ある程度自分から動けて、それで2着来 来てるから、割とこう、この中距離短縮っていうのはプラスに働くんじゃないかなって思うけど、和尚でしたっけ、あれなんかも結構上がりっぽいタイム超で発力ショーで使ってるから、まあ、どうせバレてると思うから外回り方ないし、うん、そうね、まあ、ハイペース確定とは言わないけど、その前は速いのかあるのに淀みないのかパンサラッサが通るところは速いだけど、他の馬が通るところがどんぐらいのペースか、うん、他になんか喋ってきてるやつ、例えばパンツラッサが2回、まあでも2200回勝った時にはポタジュ、あ、ポタジュはそうだったんですか、うん、まあそれこそね、まあ一応発表しやすいよね、ポタジュの話題って言った方がいいんじゃない、編集しやすいよ、ロクラグの話、じゃあポタジュ、じゃあポタジュ行きますか、はいはい、勝ち馬距離がちょっとね、まあ、分かる分かる、やや長い、まあ、2点がベストなんじゃないの、この今は。今回は、そう思いますよね。結構、タフな感じになって、大阪杯みたいな流れがある。そうだね。大阪じゃなかったら、普通にもっと応援してみそうと思うんですけど。今、大阪杯勝って、ちょっと人気しないのであれば、むしろ積極的に狙っていきたいと思います。じゃあ、三冠牝馬さんは、デアリンザットさんは、一回叩いて、このメンバーはちょっと厳しいんじゃないかな。あと、やっぱ、気象面。うん、何になって距離延長 600m、うん、引っかからずに衛星みたいな気ができればな、遠征でマイル使ってる分行き合いついちゃいそうな、やっぱ溜めて後ろから行くのであれば、うん、まあ、そこそこ上には来ると思うんですけど、うん、引っかかってどうにもならないのであれば、まあ、距離は結構長いかな、上毛線で来るようなイメージ、確かに、だって上毛線を溜めて後ろからぶつかってくるみたいな、はい、なるほどね。あ、じゃあ今度じゃあちょっと穴っぽいところで見せていいですかね。なんかちょっとアフリカンゴールドをね、書いた仕方がないんだけどね。穴すぎるだろ。穴すぎる。ここ結構。まあ前走でも。だって京都記念だって阪神の人間だって。まあでもユニコーンライオン的なイメージ。そう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 。まあ、あの、逃げれるとは言わないけど、ね。前走の大阪杯、ジャックドールつついた割には残ったなっていうのが、そう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 、それができる今なんだから強いんじゃないか。大阪杯は本当に点が過去と比べてもすごい速いですよね。2波乱目の10秒3っていうのはちょっとすごいよね、異次元の速さと、あの意外とタイトルフードは満点じゃなくてクイズが満点かもしれないです。そうなるときついんじゃない。そう、ただまあボケはね、あのお兄ちゃんにドバイワールドカップ勝ったアフリカンストーリーでしたけど、まあ相当底力のある決闘というか、ミスタープロスペクター系のボムウエストでステイゴールドっていうと、やっぱなんか底力がちょっと他の馬とは違うのかな、決闘的な底力がやっぱあるんじゃないかな、暴走ペースでいったら意外と残っちゃうようなイメージの決闘ではある。このものに、じゃあちょっと本命を、本命は、アリーボです。アリーボ、はい、アリーボに限らず前走の大阪杯組の好走馬っていうのは、うん、まあ軽視しちゃいけないっていうか、まあ、こいつらを逆に軸で勝っていけばいいっていうのが一つだと思います、はい。まあ、例年の宝塚記念っていうのは、ついでにやっぱ4周目でちょっと馬場が荒れた時期にあって、どっちかというとこう主流決闘じゃない、うん、ステイゴールド系であったり、まあ、ちょっと欧州の重い決闘っていうのは来るんですけど、うん、今回、まあ、雨も降らず、開幕の2周目で陰も綺麗ですから、まあ、基本的にはいわゆる両決馬というか、あの王道の決闘が来ると思って、はいはい、でまあ、大阪杯も そういったレースなんですよね。このまま多分大阪杯の上位陣はここで大崩れっていうのはしないのかなと思います。意外とね、認知してないから。はい、自分はさっきちょっと出たんですけど、本命はタイトルホルダーです、うん、ね、さっきほど言ったように、まあ、有馬記念で番手からの競馬をして、まあ、5着に残ってて、まあ、ディープボンドとかいますけど、その時の上位は、まあ、ある程度抜けてるわけです。で、まあ、ディープボンドいますけど2番目ぐらいで、まあ、このメンバーだったら、うん、押し切れないかなっていう。で、まあ、この馬のローテがなかなか昔の馬というか、日経賞を使って天皇賞ある人が宝くじに使ってっていう渋いローテで、まあ、阪神の勝ちは実際に優勝ですし、まあ、距離確かに短縮するのは相対的には良くないと思うんですけど、で、まあ、このメンバーが相手関係だったので行ってほしいかなという。なるほど、はい、抜擢しました。
ケイ君、お願いします。うわぁ、オーソリーオーソリティか、なんだろう、この前やったら右回り、ダンブリみたいなメンチが結構ついてるんですけど、右回りで使った味は、まあ小判だったらありので、借りて、だからどっちも外枠、なかなか厳しいかな、割と範囲説明尽くし、まあ長距離とカードなんで、これは普通に切れるから、そんなにこれで軽視する必要はないかな。割とやっぱ縦長になるじゃないですか。そうね。まあ1枠1番でそんな窮屈な計算になるんですよ。いい位置取れて、でジャパンカップの時とかも結構残り4ハロン5ハロンぐらいからずっと11秒台で押していくような、こういう展開もめちゃめちゃ合ってるし、右回りもうまく対応できるんじゃないかなって、そうね、だってルメールなんか海外行ったらしいしね、あなんかだからそうだからこれだったら最後だったこれでもう行くからまあちょっとやる気はね意外とありそうかな、皆川君の本命を、皆川君の本命、皆川君の本命はディープモンドです。まあ、意外と結構ちょうどいい枠入ったのかなっていうのと、やっぱりこのまず有馬記念の時にそうみんなこうめちゃくちゃちょっと あの話した内容とかぶっちゃって申し訳ないんだけど、そのめちゃめちゃずぶいわけじゃなくて長距離だからずぶくなっちゃうっていう、あの有馬記念の再現を宝塚でやってくれたら、まあエフフォーリアがあんまりちょっと輸送が怖かったり、ちょっと状態にちょっと不安があるっていうのを考えると弱点あるかなと思って、プリタンシクは結構この馬はかなりプラスに、タイトルホルダーと比べてもかなりプラスに働くかなと思うので本命させてもらいました。結構ペースが読めない中でも結構自在な競馬ができる馬なんで、結構まあ軸にするにはやっぱりもうちょっと2着が多い馬だけど頭までやるかなと思っております。あ、お激アツアナウマいます。激アツアナウマ、はい、ギメオン、おお、バカほどギメオンですね。まあ先行勢が今回やっぱ多くて、うん、まあパンサラッサであったりスーカーボールとタイトルホルダー、まあ、ここら辺が注目されがちなんですけど、うん、ギメオンも一応ね、まあ、その中に入れてあげてほしいなと。能力でどうこうっていうよりかは、まあ、展開でどうこうっていうようなイメージで、まあ、あと血統もやっぱディース×米国血統の王道血統ですし、ハマ、うん、れば割とあれ誰みたいな何この社内の勝負はっていうような感じになるんじゃないのかなっていうのが、これはギメオンは一応、うん、軽く抑えてたらいいんじゃないかなっていう。18番人気ですよ。これはもうね、来るでしょ。個人的にはね、そこまでのアナウンサーは言えないけど、ちょっと世界のパンサラスターを狙っていきたいかなと。パンサラスターね、そう意外とね、やっぱこのドバイカップの逃げ方がそこまでハイペースじゃなかった。いや、ハイ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 なのに後ろがついてきたから。あー、なるほどね。58秒だったんだよ。そうか、ドバイと日本で計測の仕方が違う。あー、だからそう、ちょっと調査費その先早くないみたいな、ね、中段から差し切り強く、うん、ロードノース、ロードノースじゃん、ロードノースの話じゃないロードノース出ないからさ、カーザラスの話だから、ロードノースに出ちゃった、ワーザー来ねえから、来ねえワーザーとかっていう感じですかね。ね、皆さん上半期よく戦いましたというわけで、夏競馬も始まるけど、とりあえずね、宝塚でまあ、いろんな資金を稼ぎましょうっていうことで、あなたが言ったらダメだよ、それはアイビス様私の資金を稼ぐから、ああ、そういう資金というわけで、じゃあお疲れ様でしたね、いいですか、はい、じゃあお疲れ様でした、メルディーレンちゃん頑張れー、イクレミちゃん頑張れー、カーディナル頑張れー。